皆さんおはようございます。今日は2019年の9月の9月の30日朝の8時58分です。どうも、芸術やってます。写真とか、シルバーアクセサリーとか映像とかやってます。和道と申します。路上の、路上生活、路上系芸術家です。よろしくお願いします。でですね、まあ僕はあの配信者の猫間かぐやちゃんっていう彼女と生活してたんですけど、彼女の実家に住んでたんですけど、ちょっとあの家を出ることになりまして、まあ僕のわがままでちょっと家出をしてます。で今から3万円で家作りたいと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。さっきね、花火5発予算3万円でモバイルハウスっていうのを作ろうと思ってるんだけど、予算3万で家を作ります。だけどその予算をね、今あの花火でこじっていて、みんなからアイテムもらっていて、花火一発500円僕に入るんで、5発もらったら2500円貯まってます。であと55発、貯めたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。今あのテロップに書いておくね。花火、55発と5発で、家を作る、予算は3万円。これですね。ツイートします。あと花火55発で家を作ります。予算3万円です。ちょっとね、ホームセンターまだあと1時間ぐらいかかるから、今ね、ポンパネとか調べてきたわ。ホームセンターにいる今。トイレに行きたくて、こっちに来たんだけど。だいたい予算が3万でいけるね。3万でいける。家作れるわ。ただ、デザインとか寸法とか法律的なことがあるから、その辺をね、みんなと調べながらやっていこうと思います。一旦ちょっと川に戻ろう。みんな花火で応援よろしくお願いします。あと花火55発で家作ります。よし、じゃあ移動しよう。風船ありがとう、あやんちゃん。ああ、荷物重て。ありがとう。めちゃめちゃ肩こるな、この荷物。そうだね、未来は確実に進んでいってるからね。これがパラレルワールドだよ。パラレルだね。家出だね。出てった。で雨風しのがないといけない。台風来るらしいから早めに家作りたくて、でみんなでどういう家にしようって、いかだに住むかモバイルハウスにするかいろいろ考えた。不良おじさんだよ、不良のおじさん。値段調べてきた。ツイッターに木材調べたから、木材調べた。ツイッターに電波問題ない？映像と音声問題ない？大丈夫。あ、首
りがいて早くベッド作んねえと。ツリーハウスじゃなくてね、モバイルハウスっていう坂口恭平さんのモバイだから、家でそうツリーハウスみたいなもんだよ。木材買って自転車の後ろにくっつける家を作るの。カオリン、もしよかったら花火投げて、みんなで家作ろう。投資してあと55発で家作るから、よろしく。今ねホームセンターで値段調べた。 LINE は今通じない。いいよ、コメントでいいよ。コメントで書いて、普通に書いていいよ。コメントで別に隠し事なんもないから。もしくは後で読んでおくから、通話はできないから LINE 送っておいて後で読む。それかもう普通にコメント書いちゃって。今電波がないから、メッセージだけ送っといて。サバイバル始まったよ。サバイバルが。猫まちゃんのところにはちょっと戻らないかな。やっぱお互い離れてた方がいいと思うんだよね。多分ね、合わないんだと思うんだよ、単純に。とりあえずうんこいっぱい出たわ。こっちだっけな。こっちだね。単純に合わないんだと思うんだよね。無理に合わせるもんでもないしね。とりあえずね、自転車の車輪とあれ買ってきたな。買いたいね、あのコンパネを買いたいね。車輪をどうやってつけんのかで今迷ってるね。材料すぐここで作るから運べるよ。すぐそこがホームセンター。偶然そこがホームセンターだから全然いける、全然いける。余裕。よし、ベースに到着。ちょっとね遠いけど、まあしょうがない、これくらい歩くのは。なんとか生き残ろう、みんなで。うんこしてきた。ホームセンターでちょっといくらするのか見てから。とりあえずみんなでミーティングしようぜ。とりあえず予算3万あれば足りると思うわ。なんとかなると思う。よし、電波ある、問題ない、見えてる。ツリーハウス、そうだね、木で木材とあとタイヤをつけないと。法律的に行くとこないね、今行くとこない。でこのね、河川敷のルールみんな見ようね。いくよ。1、テントやその他の〇〇を設置し〇〇をすること、なるほど。第2、〇〇をすること、なるほど。第3項目、〇〇や〇〇をすること、なるほどなるほど。第4、テラス防堤の施設に〇〇をすること、なるほど。5番、〇〇を捨てること、なるほど。6番、〇〇を乗り入れすること、なるほど。〇〇の練習をすること、さっぱりわかんないですね。ルールガバガバなんで、はい、まあとにかくいけそうだよね。なんかね、ルールガバってるね。よくわかんなかった、ちょっとどういうことなんだろうね、伝わってこねえわ。バーベキュー禁止って書いてあるわ。うわ、ここいい、奥ね、
なよこれ。最高じゃん。え、てここでしばらくベースにできない？え、ここ最高じゃない？なにこれ。え、どういうことこれ。机と椅子とベンチ全部あるんだけど。なにこれ。ここどうなってんのこのスペース。雨風しのげんじゃん。え、なにこれ。まな板まであるんだけど。誰かの家？え、ちょっと待って待って。まな板って何これ。誰か住んでんの。え、どういうことこれ。なんでここに。え、ここ最高じゃん。え、ここ誰かの住みかなのかな。え、ここ最高じゃない。家いる。ここ誰かのスペースなのかな。どういう仕組みなんだろうここ。ちょっとなんかすげえところ見つけたな。雨風普通にしのげんじゃん。おはよう。お、釣り人の休憩場なんだ。ちょっとここでミーティングするか。住んでいい？あ、そうなんだ。コンさんありがとう。地元民ありがとう。あ、だから、あ、そう、灰皿まであるよ。ちょっとここで休ませてもらおう。とりあえずね、とりあえずここで休ませてもらおう。住むのはダメだ、人んちだから。あー、なるほどな。すごいね、やっぱ開いてきたね。未来が始まってるね。未来が。ちょっと待ってね、この辺にしよっか。ちょっと待ってね、今設置するから。電波ある。釣り人の休憩場なんだここ。すげえな。見つけちゃったよ。なんかあるもんだね。怒られたら出てくっていうね。家、すげえな釣り人の。すげえな釣り人。まあでも自分の家は作んないとね、ちゃんとね。あの、ここ人んちだから。いいなあ。おはよう。おはよう。バーベキュー禁止って書いてある。灰皿もある、最高だな。なんだここ。ちょっとどうなってんの。ちょっとしばらくここベースに借りようか。いや、奇跡って起こるんだな。奇跡って。電波ある？電波あって問題なかったら手挙げて。のって書いて。最高じゃん。人んちだったか。ベンチまであるな、すげえな。大丈夫。食券さん、なぜ路上、なぜ理由はないっすね。なんかそうなっちゃったんですよね。わかる。ワンダーランド、ワドインワンダーランド、よろしく。とりあえず休憩させてもらおうか。こことりあえず雨風はしのげんな。いいな、最高だな。声は聞こえる？大丈夫？声も聞こえる？最高だな、おい。うん。あと花火55発で3万円貯まるんで、そしたら家を作るんで、皆さんアイテムお願いします。みんなよろしく。最高だね。超最高じゃん。何これ。いいな、地球に住んでる感じがするな。最高だな、うん、いいとこ見つけた。ガチャガチャうるせえやついないしね。いいよね。おはよう。おう、ゆうさん、おはよう。
家の予算は3万円にしとこうか、これでいいか、喧嘩はしてないね、喧嘩はしてない、所持金は多少あるね、大丈夫だよ。食料はトルティーヤとほうじ茶とコーヒーがある。うんこも近くでできる。そんな感じ。大丈夫大丈夫。とりあえずみんな花火で家代応援して。喧嘩はしてないから安心して。喧嘩はしてない。はい、またツー。おー、アーミー。お疲れ。来てくれたんだ。あー、気持ちいい。そこで米は炊けないかな。とりあえずコンビニ飯だな。しばらくキッチンとか、まず家確保しないと。順番があるから。まず家からだね。まず家から。まずは家。うんこで近くできるから15分うんこ耐えたら間に合うね、15分だね、最高だな。戻らないかな、なんか戻らないかな、なんかお互い良くないじゃん、なんか気持ちよく生きていこうよ、気持ちよく、それが良くない？なんかお互いグッドな感じの人間関係あるじゃん、距離感ってあるじゃん、人によっての、わかる？この距離だなみたいな。コンパネとかのタイヤとか全部ツイッターに上げたから、みんなツイッターもフォローしといて、この生活ウォッチする人は。あ、めんどくせえやつブロックね。ゆうさんブロックね。ごめんね。めんどくさい。あの、人の話聞けねえ。謝るか花火投げるんだったら、いや、花火一発投げるんだったらゆうさん許すけど、見たいよ、俺の放送。ゆうさん。俺の話聞いてた？ゆうさん。って言いながら帰るでしょって。それあんたの予想だよね。どうする？花火一発投げる？投資する俺に。もう二度と見れなくするか、花火一発投げるか決めてくれ。俺の放送見たくないんだったら別にいいじゃん、お互い。俺の放送見たい、どうなの、見たいけど今花火ない、買えばいいじゃん、花火投げてくれる約束する、ゆうさん、うぜえのはちょっとめんどくせえわ、あんたから金もらってるわけじゃないし、あんたにガチャガチャ言われるような生き方してないから俺。どうする、投げる一発、約束してくれる、あと良好な人間関係築かせてくれんの、なんでイライラさせんの俺のこと。俺が帰らねえっつったんだから、てめえは黙って聞いてりゃいいじゃん。あ、そうなんだっつって。なんでって言いながら帰るでしょって。めんどくせえから、じゃあブロックだわ、バイバイ、花火ない人いらない、じゃあね。ほんとイライラするやついらねえから、ぐちゃぐちゃ、あのゴミみたいなクソみたいなアドバイスいらないから、楽しくやろう、楽しく、めんどくさいのやめようね。空綺麗だな。頑張るよ、ありがとう。もしよかったらさ、花火ちょうだい。もしよかったら、沼と土方はすぐブロックだな。あとガチャガチャうるせえ大人ね。クソみたいなアドバイスしてくる大人いらないから。これは排除しとこう。めんどくせえよな。なんで求めてねアドバイスしてくんだろうな。天気いいね。天気いいね。ありがとう、バーガーありがとう、ゆうさん。ありがとうね。バーガーとかは、花火以下のやつは、全部延長第一生活費にする。花火待ってるよ。怒んない。いや、綾乃ちゃんに怒ってるわけじゃないから。大丈夫だよ。あの、助けてくれるリスナーさん絶対来るから。普通に会話しようね、普通に。頑張るよ、アーミー。おー、なんか小学生いっぱい来たな。花火ありがとう、初見さんありがとう。
なんだろう、花なんだ、すげえ小学生いっぱい来たな。なんだろう、うわすげえ、小学生が100人ぐらいいる。え、なにこれ、なんでこんな小学生いいんだ。100人ぐらい小学生来た。花火ありがとう、花火ありがとうね、すげえな、花火ありがとうね、初見さん、アイテムありがとう、アイテムナイス。台風来る前に家作りたい。すごいよ、小学生すごいね。遠足、遠足頑張ってね、うん、頑張って。すごい、100人ぐらいいるよ、遠足だ。遠足楽しいんだよね、遠足頑張って、楽しいんだよ。うん、あ、こちらこそありがとうね、こんにちは、遠足楽しいんだよね、みんなね、こんにちは、おはよう、おはよう、元気だね、最高だね、うん。あ、風船ありがとう、すごいよ、100人ぐらい遠足してるよ、最高だよ。え、何人いんの？100人以上。すごいね、ありがとうございます。わー、かわいいね、すごいよ、100人以上いるよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、すごい大遠足だよ、かわいい。先生なんかすごい見える。すごい、かわいいよ、小学生いっぱい。おはようございます、おはようございます、楽しんでね、遠足ね。おはようございます、おはようございます、おはようございます、おはようございます。すごいよ、遠足すごい、100人ぐらいいるよ、みんな。900人くんの？900人、ありがとうね、教えてくれて。すごいよ、すごいことになってる、すごいよ、いっぱいいるよ。え、神様神様、さ、地獄だった、暑かった、暑かった。900人、すごいね。 YouTube、 YouTube 楽しいね、すげえな、いっぱいいるわ。うわ、まだまだ来るよ、すげえ、ラッキーアイテム、すごい、めっちゃ、すげえいっぱいいるよ、すごいいっぱいいる。ここでね、おじさん家ね、家出したの、家で喧嘩しちゃったの彼女家族は大事にね、家族は大事に。すごいな、砂ぼこり立ってるもん900人歩いてるから、砂ぼこり、砂ぼこりがすごいね。こんにちは、すごいよ、土が舞ってるもん、すごい、さっきまでなかったのに土が舞ってるから、そこら辺すげえから。ふわっちで配信今日ずっと回してるよ。あ、そうだ、花火もらったよね、ありがとうね、花火追加するね、花火追加します。あと54発で家作ります、54発ね、あと54、囲まれてないよ、こう通り道なんだって、通り道なんだ、ずらっと大行列になってるだけ、目の前だから、目の前小学生だらけ、ね、演奏楽しいね。1万円もらったら余裕だね。こんにちは、こんにちは、飲みたい？いいよ。ダメだな。何してる？家出してね。おじさん今インターネットやってて、インターネットでね、あの 家を作ろうかなみたいな。そう、家出したから家作ろうかなと思って。YouTube やってんのよ。YouTube。そう、野宿。そう。YouTuber だよ。そう。家出した YouTuber、 そうそう、後悔はしてない、まだ大丈夫、まだ大丈夫。みんな、あの、ちゃんと勉強しないとこうなるからね、ちゃんと勉強した方がいいよすげえ目で見てるよみんなもう小学生だけど哀れんでるからね、子供素直で、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、死ぬまで生きていけんの？YouTube やってんの。名前何ですか？ワド監督。ひらがなでワド、漢字で監督。
髪の毛青です。こんにちは。子供、小学2年生ぐらいの男の子、心配されたわ。一人で生きてけんの？YouTube やってる。YouTube やってる。遠足楽しんでね。え、何してんの？ね、家で。家で。家でさ。YouTube やってるのにさ。YouTube やり。仕事はしてない7年ぐらい。ずっとインターネットでお金もらってる。え、すげー。後ろ YouTuber。 みんな勉強しないとこうなっちゃうから、みんな勉強頑張って。なりたい。チャンネルは和戸監督。 YouTuber？ 和戸監督。チャンネル登録してない？はい、わかりました。和戸監督。みんな楽しんで。はい、だね。どの動画かわかんないです。900人ゲットだね。900人、小学生900人ゲット。かわいいね。先生がもうダメ、関わっちゃダメ。 YouTuber に初めて会った。かわいいね。だいぶ頑張れよ。ありがとね。みんなも勉強とかスポーツ頑張って。子供から話しかけられたんだよ。しょうがないでしょ。かわいいね、子供。よいしょ。じゃあ続けようか、小月。先生はもうほんと話しかけたらダメ、目合わせたらダメみたいな対応だったね。先生はやっぱ正しいよね。あ、関わっちゃダメなやつだって。先生正解。先生大正解だ。よし、小次郎。あと花火、あれ、ちょっと高さが合わねえな。あと花火、54発で合ってます。花火54発で家建てます。あと1時間でホームセンター開くから。いや、誰か家建てるの手伝ってくんね。誰か近所に住んでる人、誰か家建てんの手伝って。一人じゃねえ、超厳しいから。誰かリア凸に来てくれると嬉しいですね。嵐のように去っていったな、彼ら。ねえ、花火ね、あと54発で家作れっかんで、充電はソーラーパネルと、なんかリスナーさんがいろいろ情報を送ってくれてて、だから楽天でなんかソーラーパネルとバッテリーと、なんだっけな、なんかチャージャーみたいなやつと変換器、バッテリーからチャージャーに行って、チャージャーからソーラーパネル、それを電気に変換するやつプラスバッテリーの3点セットで3万円で売ってたかな。だからまず家を建てて雨風しのぐじゃん。でそしたら屋根にソーラーパネルつけて、でバッテリー組んで、で電気蓄電して、それでなんかやろうかなと思ってる。チャージコントロールかな、インバーターか。そう、なんかリスナーさんがバンバン教えてくれてて、なんかこういいじゃんみたいな、ワードそれ最高だよみたいに言って、なんか応援してくれてるね。いい感じ、いい感じ。やべえ、火事だ。灰皿に水入れよう。火事になっちゃった。ゴミ箱もあるからね、最高だよね。ゴミ箱もあるから。リアカーをベースじゃなくて、それも今相談なんだけど、まずイカダを作って、船を作ってイカダの上で生活するか、路上で車輪をつけて生活するかっていう感じになって、とりあえず車輪をつけて家を作ろうと。で海にでかくなったら、その床を拡張して船にして、イカダにして水陸両用にして、船にして、もう海に出てアメリカとかに行こうって話になってるね。だからリアカーベースじゃなくて一から作るって感じ。ツイッターに材料載せたから、とりあえずツイッターフォローしといてよ。トークで伝わりづらい写真とかのデータ全部ツイッターでやるから。アメリカっつって、もう分かんないじゃん、未来のことは。いろいろ考えてるね。リスナーさん相談しながら、なんか適当に、とりあえず家出たいから家
家出るわってなって、で家作りたいから家作るわってなって、うんこしたいからうんこするわみたいな。そうそう、パスポートとかいるのかな、わかんねえな。ちょっとまあここだったらね、食料なかったら魚釣れやいいからね。ただバッテリーがもうないんだよね、うん、こんにちは。ソーラーパネル性能いいから100ワットぐらいのパネルでとりあえず全力確保できる。マジか。とりあえず飯はトルティーヤと、トルティーヤと、トルティーヤね、トルティーヤと、あと飲み物これがあるね。今不法住居にはならない、ならないですね。不法難民にはならないですね。アメリカ行ったらなるか。とりあえずアメリカ編はまだだから安心して、とりあえずまだ大丈夫。今子供たちとそこを通った先生です。あ、先生いらっしゃい。本当に先生なのかな。本当に先生なの。今通った先生、嘘でしょ。今先生いるよ。今先生いるよ。コメント書けないでしょ。絶対嘘でしょ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今先生通ってるよ。絶対嘘でしょ。ミスケいらっしゃい。バガありがとう。うん、あ、お前が作れるわけない。はい、めんどくさい。ブロックです。はい、ブロックです。さよなら、うん、初見です。ありがとうね。みんなアイテムよろしく。ミスケハートありがとう。あとね54発でね、今ホームセンターで家作るから。おはようございます。すごい、また来んのかな。いやすごいね。バックパッカーはちょっとやだかな、うん、もう俺も34だから人多いつうか、小学生が今900人通ったね、うん、小学生さ、朝方は誰もいなくて歌歌ってたけどね、大熱唱してたね。なんかでもカメラを持った小学校の先生がめちゃめちゃ通るね。何なんだろう、また来んのか小学生。あれまた来んじゃねこれ、大名行列。どんなかっこいい家にしようね。かっこいい家。おお、秋としい。秋とし投資しない。あと54発で家作れるんだけど、一発ちょっと投資しない。秋とし投資しようぜ。ダメ、秋としのちょっと男気ファンタスティック頼むよ。男気ファンタスティック、うん、すごかったよ。小学生900人通ったからね。みんなちょっと54発で木材買いに行くから、みんなよろしくね。あと家作るの詳しいリスナーさん募集中。家を作るの手伝ってくれる人ね。家を作るの手伝ってくれる人と建築が詳しい人、あと法律詳しい弁護士も必要だね。弁護士、大工、手伝ってくれるリスナーさん、あと花火師さん、うん、秋年秋としこの前めちゃめちゃ投げてくれたからね、うん、秋としスポンサーだからね。今大切な大切なスポンサーだから、ありがとう。ハート5個ありがとう。で花火以下のやつはとりあえずね、あの延長代生活費にするわ。ニアさんおはよう、うん、秋とし家作ってたんだ。わかんないどれくらいの期間住むとか。とりあえず家がないから家を作りたい。どれくらいとかじゃなくて、今家を持ってないから家が欲しいね。また小学生軍団来たぞ。小学生軍団来たぞ。すげえことになってんな。さっきので終わりじゃなかったんだ、うん、介護はまだ必要ない。ありがとう、うん、介護士はね今ちょっとあの花火師になってくれると嬉しいね。路上生活者になったね、うん、路上生活やってる今。マジ家で
第2弾すげえ、あれ今回規模弱えな、10人ぐらいしかいねえな、さっきすげえ行列だったんだけどな、今回前の家は出てっちゃったね、前の家出てっちゃった、うん、今だから家がないから、さっき川で寝そべってて、おしっこはまあそこら辺でしてたんだけど、うんこはちょっときついし、あと雨風、台風来るらしいんだよね、台風来るんだよね。猫間ちゃんとはバイバイしたね、ユン、うん、特になんか別れ話とかしてないけど、とりあえず家出るわっつって、パグ買うんだけど、あ、パグいらねえわ、あの今面倒見れないペット、ごめんね、うん、マジマジマジだよ、とりあえず家が3万円で作れるから家手に入れよう、マイホーム、夢のマイホーム、ありがとうニア、最高、ナイスニア、花火ありがとう、サンキュー、よっしゃ、あと54発で花火、54発で家作るぞ、あと建築詳しいリスナー頼むね、建築詳しいリスナー、ありがとうね、おーすごいな、みんな頑張ってるよ、連続荷物は猫間の家に置いてる、ナイスありがとう、都内だね、荷物は猫間の家で、もう貴重品だけはこのバッグの中に詰め込んできたね、貴重品は詰め込んである、バッテリーの充電がな、あと4時間は持つかな、誰か、あとバッテリー充電してくれるリスナーさん欲しいな、近所に誰かバッテリー充電してくんね、誰か近所に住んでる人いねえかな、バッテリー充電部隊が欲しいね、電気とりあえずないから、荷物パクられるね、どうする、家鍵付きにする、どういう形状にしようかな、家とりあえずコンパネが180だから、俺の身長170だから、コンパネ1枚、ここどこかは言えないけど、本当に来る気がある人しか言えない、うん、あの特定とかめんどくせえから、うわ水上スキーだ、ジェットスキーやってる、超最高じゃん、やば、3台で飛ばしてるよ、ジェットスキー超楽しそう、やば、爆走してるよジェットスキーで、うん、嘘、コンさんマジで言ってる、コンさんさ、ちょバッテリーマジで充電してくんね、台本とか言ったやつブロックね、はい、めんどくさいんで、疑ってるやつ一生疑ってりゃいいじゃん、うん、嘘、近所にある、マジで、ダンボールとブルーシートで作った家、いや俺木で作ろうと思ってるね、海じゃなくて川だね、でも海もすぐ近くだよ、ディズニーランド見えるから、ディズニーランドとマウンテン、なんだっけな、シンデレラ城と、なんだっけ、スプラッシュマウンテン見える、うん、車でも、嘘、車でいいなら頼みたいけど、全然、でも充電って何時間もかかるよ、お仕事ですいませんってどういうことなんだろう、うん、企画っていうわけじゃないけど、うん、今だから俺すげえロケーションだよ、シンデレラ城と見えるからね、ログハウスじゃなくてモバイルハウスだね、モバイルハウス、嘘マジで充電頼んでいい、すげえ助かるんだけど、うん、景色いいよ、景色最高、これ充電してくれると本当助かる、このモバイルバッテリー、コンセントと充電器とバッテリーとこれがある、こいつがあるからマジで充電してくれるリスナーさん助かる、めちゃめちゃ、もう切れちゃう、っていうかバッテリー誰か買ってよ、アンカーのバッテリー、
高床式は無理でしょう、ちょっと遠いか。ロケーション最高だよね。ロケーション最高。バカンスだよ、バカンス。ミッションだぞ、早く。いや、高すごいね。フォローありがとう。フォローありがとうね。仕事？オッケー。車充電だったらその辺大丈夫？来てよ。差し入れ持ってきて。露天風呂は川があるけど、露天風呂はちょっと厳しいな。台風近づいてるから早めにね、家作りたいんだよ。早めに家作りたいと思ってる。とりあえずコンパネがいくらだっけ、ツイッター見て。誰かコンパネがね、1600円だか1700円で、コンパネ耐久性のあるコンパネ選んだの。場所分かった、嘘、マジで。コンパネがあって、で車輪が1個1500円のやつ。ただここ屋根があるから、階段の下だからしばらく大丈夫かもしれない。こんにちは。こんにちは。あとありがとう。タイニーハウス、ツリーハウス、モバイルハウスっていう感じだね。詳しくはツイッター見て。ありがとう。気持ちだけ受け取っとくわ。もしよかったら少しアイテムくれると生活費の足しになるわ。行けるとき連絡 OK。 LINE がいいな。連絡くれる人 LINE がいいね。コンパネ 2×2 みたいな感じで作る。コンパネがなんかね、法律的な企画があって、自転車で牽引する感じにするのね。なんでかっていうと、建築法で建物を建てちゃうと不法になるんだけど、タイヤがついてると軽車両扱いになるから不法住居にならないので、その自転車に住む感じに。あ、花火ありがとう。花火ありがとう。今ね、 YouTube やってんの。 YouTuber、 そう、 YouTube 見る？ YouTube 見る？ワド監督で検索して、ひらがなでワド、ワド、俺の名前ね。で、漢字で監督。チャンネル登録ね、まだ2500人。みんなして。少ないって言うなよ、少ないって言うなよ、うん、みんなして、うん、ワド監督、ワド監督よろしくね。ありがとうね、メリーさん、花火ありがとう。今ね、遠足なんだよね。ワド監督、2500人少ねえってディスられたんだけど、2500人少なって言われたよ、小学生に。小学生にめっちゃディスられたわ。聞いたい今。チャンネル登録何人？2500人っつった。少なって言われた。少なは言い過ぎだろ、ちょっと。よく分かってんなとかやめてよ、ほんと。ありがとう。あとありがとう。やべえ。小学生の女の子に、多分ね、小3か小4ぐらいの子に、チャンネル登録いくつ？少なって言われる。子供はね、正直だからね。花火ありがとう、ナイス。花火ありがとう。花火ありがとうって大きい声で言うと、小学生びっくりするから。今遠足中だからさ。よし、ありがとう。花火ありがとう、みーすけ。ありがとうね、メガホンありがとう。サンキュー。 YouTube やってんの今。ワド監督でチャンネル登録して。チャンネル登録、ひらがなでワドで、漢字で監督、ワド監督、うん、チャンネル登録、お母さんと一緒にチャンネル登録して。ワド監督、俺 YouTuber。YouTuber、ワド監督って名前。ワドか。そう、ワド、ひらがなでワド監督、ワド監督、うん、よろしくね。 YouTube で見てみる。見てみて、うん、まあ、なぜか高評価できないんですよ。高評価できないんだ、うん、バットボタン押すのかな。よろしくね、みんな。 YouTube チャンネル登録よろしくね。え、ワド監督、え、それ有名ですか？無名。
でもね、この前ね、柴田とね、イベント一緒に出たよ。柴田？そう、柴田知ってる？知らない？ベチーだ。有名？無名？って言われた。今 YouTube やってるの。そう。マジで？ YouTube。ゆうちゃんが？よし、休憩休憩。ワド監督。ワド監督。知らない？うるせえな。ディスる、ディス、小学生ディスる、チャンネル登録して。またに、チャンネル登録してよ。え、なんだっけ、なんだっけ、ワド監督。ワド。ワド。で、漢字で監督。ひらがなでワド、漢字で監督。本名は？本名は、島津孝光。全然違うよ。誰だよこの YouTuber って言わないで。34歳。34歳。お母さんにチャンネル登録してって言って。ワド監督。チャンネルね2500人まだ、うん、だからみんな協力して。みんな見に来て。ワド監督。こっそりして。え、ここに住んでるわけじゃなくて、おじさん家出しちゃって、あの家作ろうかなと思って。そう、あ、置いてっちゃうよ、置いてっちゃうよ、行かないと。みんなワド監督よろしくね。ワド監督、チャンネル名、チャンネル名がワド監督。ひらがなでワド、漢字で監督。まあ、ひらがなで出るかも。ひらがなでワド。おじさんのチャンネル登録してね、よろしくね。 YouTuber？ YouTuber、 ワド監督。有名？有名じゃない、あんまり。ニコ生とか知ってる？知りません。知らないか、わかんないか。柴田とかとこの前イベント一緒に出た。柴田知ってる？知ってる。そう、そう、そうそう。ガチの YouTuber 系？マジマジ、ほら、携帯でやってるから今。やってるでしょ。そうそう、これでやってるから。ワド監督でみんなチャンネル登録よろしくね。たぶん見ない、たぶん見ない。チャンネル登録、ワド監督でみんな見てね。お先生、先生呼んでるよ。先生呼んでる。7班呼んでる。7班呼んでるね。ワド監督みんなチャンネル登録よろしくね。よろしくね。でもすごいね。YouTuber、ワド監督。ワド監督。よろしくね。YouTuber？ 今 YouTube やってるの。ワド監督って名前だから。ひらがなでワド、漢字で監督。映っていいんですか？映ったら怒られるんじゃない、先生に。ちょろっと映る。YouTube に動画上がるから、登録して、チャンネル登録して。ひらがなでワド。ひらがなでワド。漢字で監督でワド監督。ワド監督。ワド監督。ワドそうそう、ワドって言われてんの。いいね。ワドですか？ワド監督。でもね、チャンネル登録少ないから、で、みんなで、みんなで登録して。任せてください。ワドー、ワドー、ありがとうね。はい、任せてください。ワド監督広めてみんなで。ワド監督、監督、ワド監督。じゃあ、俺映りますか？映るよ、その動画になる。何これ？俺 YouTube やってた。何これ？先生に怒られるよ。先生に怒られる。大丈夫よ。先生来るから。大丈夫。先生に怒られないよ。先生に怒られないよね、みんな。何これ？先生に怒られない。先生に怒られないよね、みんなね。先生に怒られないよね。みんなチャンネル登録して。任せてください。ワド監督ね。ワド監督。ワド監督。先生に怒られないよね。先生に怒られないよね。ワド。ワド監督。よろしくね。めっちゃコメント来てる。やった！ワド監督。やば。ワド？これひらがなでワド。ワド。ワ漢字、ワド監督。そう、ワド監督。よろしくね。 YouTube やってる。ベンベンハロー YouTube。 ベンベン、何これ？
ここか。これはね、俺ホームレスになっちゃったの今日。だからこなんかホームレス彼女と喧嘩したの。喧嘩っていうか悲しいね。そう彼女のあの今ライブ生放送。マジで。録画は YouTube に上がる。ごめんなさい、こんにちは。すいません。全然大丈夫です。ただ、ごめんなさいね。ごめんなさい、本当に先生。そう。そうなんで。だからみんな、チャンネル登録、ちょっと応援して。本当に、スマホ持ってんの？ワド監督。ワド監督ね。ワドーいやいやいや、ワドーワドーワドーありがとう。YouTube じゃん。すいません、先生ごめんなさい。いや、とんでもないです。わあ、いいね。遠足今日は。なんか900人ぐらい。すごいね。熱中症にならないようにね。飲み物飲んで。遠足。YouTuber ね、楽しくない。意外と辛いよ。金稼ぐの辛いよ。だからあんまり儲からないんだよ。登録者数が多くなるので、みんな登録して。和戸監督ね、開かないで。帰りもいいんですか？え、帰り多分ここにいるんじゃないか。わかんないけど歩いてるかどうか。え、ジュリーかも。あのさ、ってことは和戸監督ね、これ見たらさ、テクトーク出てくる、いっぱい出てくる。YouTuber？ いや、声は入ってるけど今カメラここだから。そうそうそう。あ、うちら、あの、手こうやってやったの。ありがとうね。気をつけてね。遠足楽しんで。イエイ。いいね、遠足だから。元気だな、子供は。すいません、なんか先生大変ですよね。先生めっちゃイケメン。子供素直だね。チャンネル登録2500人って言ったら少なって言われたからさ。知らねえって言われたもん。知らねえ、少なって言われた。みんなこれな、もしかしたら900人全員チャンネル登録したら、マジで。え、みんな YouTube 登録してんの？やってる。誰が好きよ？誰が好きよ？俺、ミスシャスか。え、人 YouTuber、誰が好きなの？フィッシャーズ好きなんだ。東海オンエアだ。いや、フィッシャーズ好き。おだけん、キヨ、やっぱ東海、フィッシャーズ、東海が人気なんだね。フィッシャーズは嫌だ。フィッシャーズ嫌なの？アンチ、激戦魚軍団。フィッシャーズ人気だね。おだけんの方が好き。激戦魚軍団結構見るんだね。YouTube、そう、俺。YouTuber、ワド監督。激臭魚軍団。ワド。ワド。で、漢字で監督。ワド監督。そう。出る。チャンネル登録してみんな。チャンネル登録。どんなことしてるの？ダメなの？どんなこと？まさに言われてんの？なんで？これ一番新しいやつ。ダメなんだ。これね、新しいやつ。アバンティーズも好き。どんなこと。例えばどんな感じ？どんな彼女が、彼女いる。猫ともおしゃべりしよう。いってらっしゃい。楽しんでね、遠足。トルティーヨ。ありがとうね、並んでくれて。ありがとうね。激震魚軍なんていうの？激震魚軍。キヨ。
ね。ありがとう。ワド。ワド。ワド監督。漢字で監督。食べるけど、うん、ワドはひらがなでもいい。ワドはひらがな。監督は漢字。漢字。よし、彼女とやっちゃう系の。彼女とやっちゃう系かもしんない。やっちゃうの？やっちゃう系かもしんないね。うん、すごいパワーだな小学生。先生大変だね。先生大変っすね。いつ投稿するんですか？え？投稿はね、多分今日の夜だから明日には上がってるこの動画は。そう。この動画。何やってたの？何やってんの？おじさんはね、家出してる今。家出。いや本当に本当に。なんで家出って言った瞬間。小学生全員黙るのちょっとすげえな。ピタッてと思ったら家でみたいな。大丈夫だよ、心配しなくて大丈夫だよ。うん、大丈夫大丈夫。すげえな、全員ピタッてと思った。家でみたいな。家でした。待って、めっちゃ美味しいこの店。今すげえな、なんかこの空気。家でって何みたいな。モンスターハンターにハマってます。あ、いいね。なんで一瞬で静まったんだろうね。外カフェダメだよ、うん、今子供がいっぱい、うん、ガチの家出の人に生まれて初めて会った小学生たちのリアクションだね。家出みたいな、大丈夫みたいな。全然違う、本当に違う。待って、アンパンマン怖い話。おはよう。ありがとう赤さん。やめろやめろ。戻れないっつうか、自分から出てった感じだね、なんか、うん、自分から出てったから。どうしたって言われてもちょっとよくわかんないけど、今小学生といいバイブレーションもらって、こう小学生と今東海オンエアとフィッシャーズが熱いよっていう情報もらったから、子供の頃みんなこんな感じだったんだろうね、素直で。事案にはならない、大丈夫。先生がちゃんとサポートしてるから。先生がサポートしてるから、もう完全なセキュリティ体制取ってるから。先生がこうブロックしてる。ありがとう、名前覚えてくれてありがとう、うんうん、はい、肉肉ブロックです。文章はね、後で引き取りに行く。ありがとう。みんな花火あと51発でモバイルハウス作るから、家作るからよろしくね、うん、小学生のパワーいいね。元気だね、元気、うん、元気だね。空綺麗だよ、最高のシチュエーションだよ。子供大好きだもん俺。だから言ったじゃん、子供と動物にすぐ仲良くなれるんだよ。結構昔から見てる人そう知ってるよね。なんか子供と動物の懐き方半端ないよね。すぐ仲良くなるよね。いや小学生大好きだ、子供大好きだもん。ただ残酷だけどね、さっきチャンネル登録数いくつって言われて2500だよっつったら少なって言われたし、名前なんて言うんですかってワト監督って言ったら知らなって言われたからね。すげえやっぱ正直だよ、素直っていいよね、うん、いいね、幸先いいね、本当だね。急にね、こう嵐が去った感じがいいね。小学生の先生にいたら大変なことになるでしょ、本当、うん、小学生の先生になりたかったとかない、なりたい自分は今なってるから、うん、完成形だから大丈夫だよ、うん、そう、なんかね、いいんだよね、素直だから響くんだよね。そう、女の子とかも「ワド監督見るね」って言ってくれ、すげえ嬉しかった。すごいね、パワーが。子供いいよ。こんにちは。最高の日だね、うん、さて、大人たちでミーティングしよう。どうすっか。家を手に入れよう。おでこのピアス入ってる入ってる、ほら、おでこにピアス入ってる、うん、七色に光ってるでしょ。
あ、バーガーありがとう、ナイス、ありがとう。あるある、大丈夫だよ。いいね、いい日だね、最高だね。出会いが半端じゃないね、出会いが静かだね。最高だな、おい。今何時？今何時？今日中に家作りたいよね。雨風しのぐ。とりあえずここ屋根はあるし、ベンチあるし、なんかまな板もあるんだよ。タバシとまな板もあるから、なんか釣り人のここは休憩所みたいになってるらしくて、ただ釣り人には釣り人のマナーがあるわけじゃん。だからそこはやっぱ場を荒らすのは良くないんだよ。縄張りを荒らすのは。とりあえずここでちょっとだけお世話になろう。灰皿ある、ゴミ箱ある、まな板ある、椅子ある、テーブルある、完璧、屋根もあるから、うん、ここがとりあえずそう花火たまるまでで、自分の家を作って、で新しいスタイルに転換しとこう。喫煙所どころか灰皿から何から全部あるよ、ここ。すげえ、バーベキューセットのコンロもあるもん。椅子もまだまだあるから、うん、でなんか近所に住んでるリスナーさんいるから充電してあげるよって言ってくれてるから、ちょっとここでなんとか生き残れそうだね、うん、サバイブだね、サバイブ。なんかベンチになんか地元民が灰皿くくりつけてて、灰皿も 1,2,3,4 つあるかな。ゴミ箱はゴミ袋下がってるだけだから、後で交代で吸っていくんだろうね。ワド君みたいに自由に行きたい。いやいや、かっこいいよ、普通に生きてるって。家族守るために普通に生きてるのってかっこいいと思うよ。俺にはこれしかないだけだから。そう、普通に働けるんだったら普通に働いてるよ。そう、自分の生き方否定したらダメだよ。みんなにはみんなの生き方があって、そう、みんなにはみんなの辛さがあるし、俺には俺の辛さがあるしね。みんなは別に何つうの、隣の家の畑は青いじゃん。家族は欲しいね、家族は欲しいよ、うん、仲間も欲しいし友達も欲しいし、うん、猫間と別れる話とかはしなかったな、特に。ただなんか一緒に生活するのはなんか違うなっていうか、うん、なんかちょっと合わないっていうか、別れ話とかは特にしなかったね。別れ話とかは特にないし、うん、ただまあなんだろう、まあ俺の性格なんだけど、なんか一緒にいるやつが家族って感じだから、うん、まあ会いたくなる人が家族だと思ってて、ずっと一緒にいるやつが家族だと思ってるから、まあこのままね1週間2週間まあ接点がなくて縁がなかったら普通に、あ、なんか大人じゃん、もうさ20歳超えてさ付き合ってくださいとかってないと思ってて、自然と別れるもんだし自然とくっつくもんだと思ってるから、周りから「あ、彼女なの？」って言われたりとか「あ、別れたんだ」って「あ、俺別れたんだ」みたいな、周りが判断することだし、そうだって好きだったら一緒にいるじゃん、うん、そういうもんじゃないの家族って。なんか契約とかじゃないじゃん、心の問題でしょ、心の気持ちの問題だから。体調気をつけるよ、ありがとう。とりあえずだから一緒に住むのは違うなって感じかな、ちょっと今の結論。うん、なんかこうやっぱお互いにいい感じになりたいから、俺は生活のスタイルとしていい感じに暮らしていきたいし、いい距離感ってあって、近すぎたのかもしれないね、合わなかったのかもしれない。それは彼女の人格を否定してるわけじゃなくて、彼女がどこが悪いとか俺がどこが悪いってことじゃなくて、合う合わないだから、これはいい距離感ってあると思うよ、絶妙な距離感って。わかる？なんとなく言いたいこと。難しいよね、人間関係って。まあ楽しく行こう。雲綺麗だよ、空が綺麗で、子供は元気で最高じゃん。今じゃなかった、何が
いや単純に合う合わないでしょ。なんか猫間がこう暗い顔とか見たくないし、すげえ楽しいよ。知らんけど差し入れに来てよ。知らんけど差し入れに来てよ。これ最高だよ。開いてるよ。家だね。そうだね、まずは家で次電気、まず家次電気、その後なんだろう。家と電気があったらなんとかなんじゃないかな。家と電気じゃん、とりあえず。とりあえず家と電気だね。あと花火51発で家手に入るから。あと人手が欲しいな。人手が欲しい。ありがとう AI さん、ありがとう。は30発もないっす。花火以下は生活費にするわ。延長代とか生活費にする。で、なんだろう。花火は家、とりあえず家代にするわ。食料自給自足は無理だ。ただ釣り人いるね。この辺釣れるらしいよ、結構。うん。51発達成した後で、あ、そういう、なんか条件つけるのめんどくさいわ。なんか乗っかってほしいわ。なんか何々したら何々してやるよとか、もうそういうなんかたるい関係、なんか俺配信者って感じじゃないから、なんかちょっとめんどくさいから他行ってほしいかな。今楽しいから、普通になんか条件つけて何々したら何々してやるよっていう関係っていい関係にならないから。そうじゃなくて、いや家いいじゃんみたいな、乗っかるわみたいな、チップやるよみたいな。うん、俺もこれ俺が自腹で延長代毎回30分に1回50円払って、俺水に切ってやってんの。そう、そういうのにチップ置いてくねとか、これ足してとか、ジュース飲んでねみたいな関係がいいの。家その企画面白いから家代俺も投資するわみたいな。そう、気持ちよくアイテム投げられないんだったら、なんか条件出してきたらお互い良くないじゃん。俺が条件出すから俺のこと見ろよとか嫌じゃん。うん、そういうのだるいわ。ちょっとなんか気持ちよくリスナーとはやっていきたいから。で、別に他の配信者がどういうやり方してんのか俺には関係ないし、俺他の配信者とは見ないし、そもそもあんまりで、見たらバーガー置いてくし、うん、そうそうそう、うん、転がる石には苔は生えない。うん、許可制とかめんどくせえな。ありがとう、みんな風船ありがとう。うん、声とかお好きピー、ありがとう、花火ちょうだい、うん、俺の家代ちょうだい。あと51発でホームセンター近くだから家作ろうぜ。で、人で近くに住んでる人で一緒に作ってくれる人で、あと充電とかしてくれるリスナーさんとかすげえ求めてるから、うん、家出てったね。風船ありがとう、うん、みんなありがとうね。アイテム、まあ、とりあえず俺はタバコと飯と飲み物と、あとは洗濯とかいいや、臭くていいや。とりあえず家だな。雨風しのぼ、とりあえず、うん、ありがとう、アイテムありがとう、うん、いやいいよ、だったら今ちょうだいよ。かっこよくパッて、悪いなワドつって、水臭いのいいよ、いや今やるよつって、うん、家携帯にしろよっつって、かっこよく行こうよ。臭くていい、臭くていい、とりあえず、うん、どうせ脇がだし、うん、風呂いくら入ってもくせえから、うん、あんま変わんねえよ、もともとくせえからさ、うん、パパッとこうパーンと景気よく行こう、景気よく、うん、楽しもうよ。楽しく行こう。家でした、うん、脇がだね、うん、灰皿が火事になってる。捨ててあるペットボトル活用しよう、
穴開いてんな。うん、もう家で早かったね。すげえ、みんな釣りやってるな、いいな。しんどかったっていうか、いや別にお母さんすげえよくしてくれたし、ご飯美味しかったし、猫間とね、なんか住んでるとバイブスが合わないんだよね、なんかしんどくて、うん、だから、あ、一緒に住まない方がいいのかなっていうのはずっと迷ってて、うん、なんかすげえなんかこう八つ当たりとかぶつかっちゃったりとかするから、俺もほらストレスかかりたくない人だから、わかるかな、なんかどっちが悪いとか猫間のことディスとかじゃなくて、お互いにとっていい距離感っていうのあるじゃん、わかる、なんとなく見てたらわかるっしょ。だから本当に俺好きなんだけど、猫間のこと本当に愛してるし好きなんだけど、なんかこうネガティブに受け取ったりとか黙られちゃったりすると俺も面食らっちゃうから、うん、そうそうそうはそう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 、波長の問題だよね、うん、だから別に全然嫌いじゃないし本当に好きだしあれなんだけど、一緒に住むと良くねえなと思って、うん、で彼女の実家だし、うん、やっぱさ、その例えばさ、その家賃ちゃんと入れてて先月分猫間の分とかも俺出してたの、猫間ちょっとメンタルやられてたから俺が出すよっつって、でなんかカードの支払いとかも5万とか小遣い渡してたの、これ足りない分これで足りるっつって、でもなんか彼女が放送で言ってたのが、なんかワドちゃんに家乗っ取られて放送やりづらいから私リビングで放送やるわとか言われたりとか、そうさっきもなんか性格のことを猫間が話してて、自分の性格のことをここなんか内気な性格っつうか言えない性格直さないとなみたいなことを言ってたんだよ。で俺は猫間の性格直さなくていいと思うよって、その表現とかアートとかをなんか周りの人にイラスト描いたりとか漫画描いたりとか配信で表現してるなら、そのなんていうの、表現が下手でもいいんじゃないみたいなこと言ったら、なんか私の絵ディスってたじゃんみたいなこと言われて、いやそういう話じゃなくてみたいな、別に猫間のことディスってないよ、猫間のイラスト好きだよってちゃんと伝えて、でもなんかいや私の絵金にならないとか言ってたじゃん、いやそんなこと言ってないでしょって、俺はその何配信とかアートとか写真とかシルバーとか金に変えたいって言ってるけど、猫間そんなこと言ってないよってなっちゃって、そう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 、受け取り方がさ、やっぱバットに受け取られると、どんなにポジティブに言ってもさ、猫間の性格直さなくていいよって、アーティストだったらいいじゃんみたいなニュアンスで言ったのに、私の絵をディスったって言われちゃったら何も言えないじゃん、猫間の絵なんかディスってないし、俺猫間の才能素晴らしいと思ってるから、単純に合わなかったんだよね。いや、わかんない。内田祐也とキキリンがどうかわかんないけど。だから、そこはもうしょうがねえなと思って。そんな感じかな。難しいよね。俺もどうしたらいいか悩んだよ。でもやっぱりここまで何ヶ月ももうどれくらい経つ、半年ぐらい付き合って、いろいろ最初は家の問題だってなったじゃん、家が狭いから、じゃあ家が広くなったらどうなんだ、実家に住んだらどうなんだって、何も変わらなかったんだよね結局ね、うん、しょうがないよね、うん、そうそうそう、何も言えなくなっちゃう自分が嫌だから、それでさ、配信ってさ、モチベーションすごく大事なんだよ、やっぱ減らるし、何やっても、そう、それ、ああ、愛子ちゃんおはよう、で減らるし、やっぱそのモチベーション管理すごい大事だから、もう減らってる余裕なんかないから俺に、うん、だからその、うん、出てったね、わかるかな、なんか分かってくれる？
その感じ。家を失ったから家出しちゃって、俺が会わなくて、ね、猫間さんと会わなくて家出しちゃったから、それでね、今ね、家を3万円で作ろうと思って、それでこじってるところ今。うん、嘘、リスナー、いや大丈夫だよ、愛子ちゃん、ありがとう、すげえ嬉しいよ、優しいね、心配で来てくれたの、ありがとうね愛子ちゃん。とりあえずね、あのリスナーさんの花火3万円上がったら家を建てるっていうので、今なんとかサバイバルしてるね。なんとかなるといいんだけど、うちの家賃4万なんだけど、みんな出ていかない。え、何、家賃持ってんの？あ、持ち、何、マンション経営かなんかしてんの？アパート経営かなんか。そうだったんだ、すごいね、お嬢様なんだね、知らなかったわ。一緒に住む？マジで言ってんの？いや、いいよ、愛子ちゃんに迷惑かけたくないもん。うん、配信の電源どうやって確保する？なんかね、リスナーさんが充電してくれるって。だから充電してくれるリスナーさんを探しながらって感じかな。アパートとマンション経営してんのすごいね。いや、人と住むとさ、ぶつかっちゃうからさ、ちょっと一人でやってかないと。実家には住めなくて同棲？え、愛子ちゃん何？一人暮らししてんの？とりあえず大丈夫だよ、ありがとう愛子ちゃん。本当にダメになりそうだったらさ、頼ってもいい？とりあえずね、今ね、家を建てる、マイホーム、夢のマイホームを建てようと思ってるね。嘘、一緒に住めそう愛子ちゃん。愛子ちゃん家建てたら遊びに来てね、うん、俺のマイハウスにね。いいな、ジェットスキーいいな、気持ちよさそう、最高だよね。まあね、2人だったらね、家賃半分で折半で済むからね。いやでもさ、ほら愛子ちゃんね、友達だしさ、大事だから迷惑かけたくないもん、うん、愛子ちゃん、愛子ちゃん大切な友達だから、仲間だから。うん、俺リスワンもう取ったよ、愛子ちゃんもう取ってるリスワン、俺一昨日かいつか取った。だからリスワン頑張らないよ、普通に配信してるだけだよ愛子さん。リスワン頑張るとかないから大丈夫大丈夫、ありがとう、うん、ああありがとうありがとう。リスワンもう撮ってるね、2日前ぐらいに。リスワンゲームとかやってない今は。大丈夫、ありがとうね、心配してくれて。日差しが強えな。ただここあれか、電気がないのか、街灯がねえのか。あ、オッケーオッケー、ありがとう。本当にダメになりそうになったらさ、また声かけてよ。いや、ワド、それじゃ死んじゃうよみたいな、さすがに死ぬわってなったら頼るかもしんない、うん、まだ大丈夫、うん、いや明かりがないんだよね、電気がないから夜真っ暗かもしんないここ、うん、そしたら移動しないとね。いや優しいね愛子ちゃん、ありがとう、すげえ嬉しいよ。とりあえずバッテリーだけなんとかしてえな、配信が。あ、寝るよ。でもね、あの早く家作りたいから。星綺麗だろうね、やばいよ、空見る、風景見る、風景見る、うん、引くぐらい綺麗だよ、雲こんなんだよ、やばくない？
俺が見てる風景こんなんだよ。目の前川で超ピーカンなんだけど、やばいっしょ。ディズニーランド見えるからね、向こう。最高だよ、雲とかバキバキに開いてるよ。バッキバキだよ、雲とかやばいよね。地球って綺麗だよね、美しいよね。夜花見れるね。寝カフェなの？なんで家帰らないの？どうした？2日使ったお布団あげれる？マジで布団欲しいわ。布団欲しいな。楽しみにしてる。あ、夜のね、花火夜配信できるかな。真っ暗だと思うよ。早く家欲しいね。すごい綺麗だよね。で、帰れなくなったっつうか、俺が自主的に出てった感じだね。布団もらおうかな。送るっていうかね、もう路上生活になっちゃったから送るって郵送ができないね。郵送ができない。リア凸で持ってきてくれると嬉しい。車とかバイクとか。喧嘩って感じでもないね。口論じゃなくて淡々とって感じかな。免許持ってないね、俺。免許持ってない。とりあえず家作るっていうことで、3万円で家作れんの。モバイルハウスっていうんだけど、それを今、自分の家を手に入れるために花火こじってる感じだね。もしよかったら、あと花火51発で家の予算組めるんで。俺のツイッター見たらわかるけど、もう、ホームセンター行ってるから、モバイルハウスっていうの。車の免許は持ってない。どこにいるのか配信だから言えないけど、ディズニーランドが見えるところかな、言えるところは。今ね、9発もらってる。土地はね、車輪をつけて移動型。だから軽車両に住むって感じかな。軽車両に住む。自転車の後ろの荷台に住むって感じだね。嘘、免許あんの？車で今度布団持ってきてよ。車免許ある？後で花火買ってあげる。マジで？あ、ふわっちフォローありがとう。ありがとうね。フォローありがとう。サンキュー。今来たばかりだから、リスナーさん誰か教えてあげて、M4 さんに。あ、めんどくせえから大好きブロックね。台本とかいらない。お、赤津ちゃんいらっしゃい。充電とかは、とりあえず、本当は家を建てたら、ソーラーパネル組んで、3万円でバッテリーチャージャーがあるから、それが一番回るシステムなんだけど。ありがとうね、あいこちゃん。だけどそうだな、とりあえず満喫とかなんかマックとかなんか充電する感じかな。おー、ゆきのちゃんお疲れ。マックで充電かな。できればね、リスナーさん近くに住んでる人が家で充電してくれたりとか、最初の頃。あー、バーガーありがとう。ナイス、ありがとうね。今配信中なの、愛子ちゃん。配信中に大丈夫？コメント打ってリスナーさんに怒られちゃうよ。大丈夫？誰か、なんつうの、定期で速報で今来た人に状況説明してあげて。状況分かってる人、定期お願い。バカありがとう、愛子ちゃん。ナイス、ありがとうね。
波の音最高だな。今どの辺にいるか言えないね、うん、困ったら LINE するよ。ありがとうね、愛子ちゃん、ありがとう、ありがとう。なんかわかんないけどありがとう、ゆきのちゃん、うん、家でしたね、うん、おはようニック、おはよう。もしよかったら皆さん花火いただけると嬉しいです。花火あと51発で家作るんで皆さんよろしくお願いします。うん、鳥たちはね、今猫間ちゃんの実家に置いてきてるね。家ができたら引き取ろうと思ってる。もしよかったら花火よろしくお願いします。あと51発でホームセンターからコンパネ買ってきて家作るんで、あともしよかったら大工さんとか家建てる建築とか詳しい人いたら、何買った方がいいよとか、どれで組んだ方がいいよとか教えて。あのコンパネとかの素材はツイッターに上げてあるから、みんなでこう家、どんな家作るか考えよう、一緒に。よろしくね。土地はね、さっきから言ってる通り車輪型のだから軽車両だね、軽車両、うん、ありがとう、定期ありがとう。ありがとう、ありがとう、ハートありがとうね。もし面白かったらフォローしてください。うん、よろしく。わかんない、未来のこと何も考えてない、 今しか考えてないね。わかんない、未来のこと何もわかんないよ。予定は見て、10発目花火ありがとう、ニック頑張るね。おっしゃ、あと50発見えてきたぞ、見えてきた見えてきた、ありがとうニック、家作るぜ、ありがとうね、家代ありがとう、サンキュー、ありがとうね。うん、開かずとワード波長が合いそうな感じするんだが、開かずとコラボはない。いや、さっきね、開かずちゃんにね、あのコメント打ったよ。なんか絵描いてて、絵うまいねっつったらコメントしたら、あ、ワドさんだみたいな。で、なんかなんつったっけな、なんか私ワドさんに聞きたいことあるんだけどねみたいな。うん、あ、そっか、あ、いや、違う、あ、そう、暖房ねえときついか。そうね、まあその辺も後で考えよう、アモちゃん。うん、
花火ありがとう。ニックいつもありがとうね。うん、すげえ助かるよ。ナイス。いいね、楽しいね。ウィークリーマンションとかは無理かな、契約ブラックだから。ミスケナイス、花火ミスケナイス。ツイッターフォローありがとうね。ツイッターにあの資材のやつとか書いてるから、車輪はこれ買おうと思ってるとか。台風来てんだよね。おはよう。外配信っていうか家でした。ミスケありがとうね。ナイス。あと49発かな。あと49発、家作るぞ家。あと49発、ありがとう。いや止まると迷惑かかるから、俺性格悪いからさ。うん、いい。もうあともう34歳だから、そろそろ城建てたいね。マイホームが欲しいな、そろそろ。リラックスしたいから。人の家やっぱ気使うからさ。いいね、順調だね。3まで買うんじゃなくて作るね。作る、家作るね。みんなもしよかったら、あと49発で材料費買えるからさ、みんなもしよかったら花火投げて、うん、モバイルハウスで検索して、俺もしくは俺のツイッターフォローして、俺のツイッターに書いてあるから、あの見たらわかる。ツイッター見てみて、今来た人はツイッター見てください。よろしく。そうなんだよね、朝晩冷えるし暑いし、まだあと冬が来るからね。あと雨だね、雨風しのがないと。ペンキとか塗ってクッソかっこいい家にしようよ。クッソかっこいい家作ろうぜ。3万で家作るね。あっちいな。日陰に行ってもいい？ちょっと暑いわ。日陰に移動しよう。暑い。ごめんね、暑すぎる。移動しよう。土地はだからないね。土地はない。トイレはもう近くで済ませるしかないかな。家出しちゃったね。猫間と別れ話とかは特にしてない。バカありがとう。別れ話とかは特にしてないかな。
持ってるのはシルバーのアートだね。シルバーのアート、シルバーアクセサリー、アーティストやってんだよね。写真とシルバーとモバイルハウスいいでしょ、うん、あとで LINE 了解、あとで見ておくね、配信外で、ありがとうね、うん、ありがとう。神様は変わんない。ちょっと待って、カンカンが、カン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 、こんなふうにすよ。家にする。何色の家にしようかな。やっぱブルー。あ、ブルーの家にする。いいかな。カラフルにする。家自体もなんかアートにしようよ。家自体も。誰かさ、ツイッターも確認してくれると今のこれからの状況が分かると思います。定期ありがとう。誰かさ、シングルベッドの規格、縦と横のサイズ誰か調べてくんない？シングルベッドの縦幅と横幅のサイズ、シングルベッド、マットレスを引こうと思ってるんだけど、そう、家を作ったら次、要は床痛いじゃん、寝るとき。だからもう家の中にマットレス敷こうと思ってるんだけど、そのなんか規格わかるかな、縦幅と横幅、そこにマットレス入れたらもう寝れるからね。金がないね、田舎の古民家とか。あと東京で仕事アート活動やってるから、ちょっと東京から離れるわけにいかないっていうのがあるんだよね。個展とか開きたいし、そういうなんか個人的な問題があるね。とりあえず今花火49発だから、花火が11発上がってるから5500円か。すのこ、すのこじゃなくてコンパネで行こうかなとか思って、すのこ入れた方がいいかな。そう、だから設計図も書きたいんだよね。ノートとペンが欲しいね。
あのノ紙がなくて今ノート、おー魚釣れた、すげえでっけえ、何あれ、すげえこんなでっかい魚釣れたよ、増えんのかな、いいな、魚釣れたよ、何時間やってんだ、すげえでかいの釣れ、食えるぞあれ多分、いいな、魚釣れんだ、いいね、そこどこかは言わないかな、言えないかな、ごめんね、100の200か、シングル200か、100の200、ありがとう、100の290、本場でが90の180だから、シングルより小さいんだ、どうしようかな、シングルベッドの方が一回りでかいんだね、どうすっかな、どう思う、みんなどうしよう、まいったな、ちょっと足りないんだ、スノコはあるといい、空気ベッドは、いや、せっかく家作るわけだから空気ベッドにしなくていいでしょ、睡眠は結構しっかりとりたいな、どうすかな、コンパネ、コンパネの企画は180の90なんだよね、どうしようかな、コンパネ2つ買う、いや迷うな、どうしようかな、ウレタンだけ、あーどうなんだろうね、まあまあベッドは後々だね、とりあえず家だね、骨組みの企画をどうするかな、車輪は3つでいいよね、タイヤ3つでいいよね、タイヤ3つの前に2つ後ろに1つでよくない、タイヤは前に2つ、後ろに1つ。工具はないね。工具ない。工具はまあリアトツで持ってきてもらうとかでいいんじゃない？誰かパイ、なんだっけ？パイルドライバーだっけ？なんだっけ？なんつんだっけ？あれ、ウィーンってやるやつ。誰か持ってない？電動ドリルか、
あとなんか下にパイプで骨組みした方がいいとかいろいろあるらしいんだよね。100均の工具ちょっと不安だよね。あ、いいね。外壁は黄色で屋根はブルーとかいいね。インパクトドライバーか。佐藤さん持ってたら佐藤さんに借りるか。うん、嘘、缶詰大佐こっち来れる？なんか手伝ってくれる人も募集してんだよね、家作るの。京都は無理だな。だから東京でリアットとして家一緒に作るのを手伝ってくれる人いたら連絡ちょうだい。俺の LINE、 あのプロフィールページに書いてあるから LINE か Twitter の DM でなんか手伝うよみたいな、うん、もし手伝ってくれる人いたらすげえ嬉しい。建てる場所はここで建てようかな、とりあえず。とりあえずここで建てるね。LINE、今放送中だから返せないよ。なんかコメントで既婚やり取りで、配信外は LINE 一個一個返してくって感じで、うん、お願いします。ペンキとかで塗装したい。絵を描いていいよね。絵を描いてもかっこいいよね、多分ね。充電が切れそうだな。危ない。充電がやばいね。充電切れたら配信死ぬかな。電波と充電だな。この2つの確保だな。ここはいつまでいてもっていうか、地球っていつまでいてもいいんじゃないですか。バッテリー残量があと4時間ぐらいだね。あと2メモリだから4時間で切れるね。ちょっとやばいね。あと早く家が欲しいね。充電もしないとな。音楽聴きてえな。音楽太陽光発電のねバッテリーはね3万円でキットが売ってたね。まあそれは次でいいんじゃない、家ができてからで。ありがとう、提携ありがとう。
所持金はまあまああるね。とりあえず金の心配はない。いや、なんか盛り上げたいじゃん。配信魂が今こうテント買ったら楽じゃん。だけどさ、ぶっちゃけ面白くないじゃん。俺腐っても配信者だから面白いことやりたくない、うん、そんな感じなんすよ。テント5000円500円で買えるよ。リスナーさんがもらったら面白くなくない？テントで泊まってるのと家建てて家コンコンってやって家みんなで作るのどっちが楽しいよ、うん、楽しい方選ぼうよ。楽しい方、うん、楽しい方で行こうよ。家作った方が楽しいじゃん。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。サンキュー。みんな花火ちょうだいね。あと花火49発で家建てます。家作ります。そうそう、移動できる車、移動できる車の家だね。そう、自転車にくくりつけて。違法建築にはならないね。軽車両扱いになる。モバイルハウスで検索してみて。な、車の荷台に住む感じだね。法的には軽車両扱いだね。ね、自転車の車両込みで幅が縦が4メーターで高さは2メーターまでで奥行きも2メーターまでだから4メータイヤの自転車の一番前からケツまで家のケツまでが4メーターで高さが2メーター横幅2メーターだって。それより小さければ法的に問題ないって。それは別だね。それはただのリアカーだね。それは仕事で使ってんでしょ。空き缶拾いとか鉄くずを拾うために。それはあと荷物を運ぶためだね。それはなんか家じゃないから、うん、わかんないよ。冬も生活って、とりあえず今のことしか考えない。未来の質問やめて、うん、未来の質問何もわかんないよ。5分先もわかんないよ。何にもわかんない俺は。とりあえず今を楽しもう。とりあえず今家の話しかできないね。うん、ね、シングルベッドぐらいじゃないの。シングルベッドぐらい、軽車両を改造するモバイルハウスもある。軽車両の荷台の部分を家にする人もいれば自転車で引っ張る人もいるし、概念としては車輪がついてる家って感じ。コンパクトの車輪がついてる家のことをモバイルハウスっていうの。そう、
だから軽自動車を改造する人もいれば自転車を荷台にする人もいれば、海外とかだとそのまま骨こう組み立てる人とかもいるね。人によって違う、作る人によって。フォローありがとう。ツイッターに写真載せるからツイッターにフォロー、ツイッターのフォローもよろしくね。うん、ありがとうね。釣り人がすげー集まってきたな。車は持ってない。材料を買うのは、花火で買う。予算3万円で。で、今11発分賛同してくれたね。11発分。あと49発。そうそう、自転車で牽引する感じ。とりあえず今車輪3つは買えるかな。車輪だけは買えるかな。だから車輪をどうやって組むのかっていうのもあるんだよね。大丈夫大丈夫、赤さんありがとう。そうだね、だからリアカーだね。そうだね、自転車の後ろにくくりつけるでかいリアカーみたいな感じ。工具どうしようかな。工具、リスナーさんリア突で誰か持ってきてくんねえかな。ツイッターフォローありがとう。お前ブロックな。眠くなったから寝ようかな。今のうち睡眠取るか。今のうち睡眠取る。長丁場だからな。こっち？そっちは板氷と。寝るか。
寝るか。ちょっと疲れたから寝るわ。夜中から起きてるから。ノコギリはね、なんかね、コンパネとか切ってくれるんだって、ホームセンターで、ホームセンターで切ってもらって、そこでもう穴開けてドライバーでもうネジとか組んじゃおうかなとか思ってる。そう、3万円、そう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 、それそれそれ、ツイッター見たら、そう坂口恭平さんのモバイルハウス、そうそうそう、2万4千円ぐらいで作ったって言ってたけどね、坂口恭平さんは。寝袋持ってないよ、その辺でゴロ寝するよ、とりあえずは。なんとかなるっしょ、サバイバルだからね。モバイルハウスいいでしょ。そう、坂口恭平、坂口モバイルハウスとかで検索したら出てくるよ。坂口恭平モバイルハウスで検索すると出てくる。いいでしょ。もしよかったらみんな協力して、あと花火49発でモバイルハウス作ります。あとで LINE 見とくよ、放送終わったら。みんな支援よろしくお願いします。寝床探しに行くわ。あー、これ入れるの忘れた。坂登るのは辛いね、ちょっと。坂登るのは確かに辛いね。まあでも生きていくにはしょうがないでしょ。サバイバルだからね。疲れたから寝るわ。
あ、売名ブロックね。売名ブロックね。秘密ではないけどね、公開だけどね。名古屋のキング、俺の話題出してんならブロックだな。名古屋のキングも後でブロック入れとくわ。通報とブロック入れとくわ。え？荷物？あれはもともとあったやつだよ。俺の荷物じゃないよ。俺の荷物はこの背負ってるリュックだね。バックパッカー用のリュックだけ。満喫かな、とりあえず今日は。充電しないといけないし、とりあえず今日は満喫で。家出だね。ホームレスだよ。椅子があってね、見つけたんだよね。なんかね、地元の釣り人のたまり場で、なんか喧嘩って感じじゃないかな、うん、喧嘩って感じじゃないね。いつも送ってたの、香織さん。とりあえず、なんかいい感じになりたいなと思って、うん。寝床探すか。満喫。寝床探そう。やばくね、空。超天気いいよね。ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。どうなんだろうね。家ねえかんな。無職だし。自転車、そう、この自転車に。つけて移動する感じだね。空やばいっしょ。超いいよ。最高。気持ちいい。マジで最高だよ。とりあえずね、なんとか生き残っていくために、ここあと雨風しのぎながらなんとかやってこう。風気持ちいいよ。最高だよ。最高に気持ちいい。いや、生き残ってかないとね。頑張って生き残ろうぜ。
花火のモバイルハウス、俺の、あの3万円で作る家、あと花火49発で、あの家作れるんで、もしよかったら花火で僕の家、あの花火の応援してください。まあまあしょうがないじゃん、ケイちゃん。家作ります、モバイルハウス作るんで、もしよかったら応援してください。まあまあ過去と過去は変えらんないし、うん、頑張るよ。俺も寝るわ、どっかで充電しながら。ありがとね、ありがとね、頑張るよ。体気をつけて、ありがとう。大丈夫、最悪死ぬだけだから、最悪死ぬだけ。じゃあそろそろ充電切れるから切るわ。充電切れるから切るね。みんなありがとね、お疲れ、ありがとね、応援してくれてありがとう。ツイッターフォローしてね、頑張るよ。花火と皆さん、アイテムよろしく、お疲れ。